ヘッドホンの音量大丈夫でした？はい、大丈夫です。メモ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 、どこ行った？テステス、マイクテス。テステス。マイクテス、マイクテス。マイクテス。じゃあ、開始していきますね。はい、お願いします。では、まもなくです。聞こえてない。もう一回行きましょう。聞こえてない。全然。あれ？聞こえてないですよ。全然聞こえてない。さっきから聞こえてないですね。うん。今どうですか？あ、オッケー。オッケー。はい、じゃあ行きますね。はい。なんかツイキャス止まってるよって言ってましたけど、なんでかな、うん、友達から動いてるとは思うけど止まってますね。 OK ってなんだいなんだい。はい、じゃあ開始していきたいと思います。はい、ヘッドホンがおかしいのかな。聞こえないですね。うん、オープニングは全然聞こえない。ん？飲んでた。聞こえないですね。うん、なぜだ、なぜだ。声は聞こえるんですよね。声は、うん、聞こえて聞こえるんですね。うん、聞こえてます。なんでだ。あ、これか。うん。これですね。スイッチが外されてました。はい、じゃあ行きまーす。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。最後までお付き合いください。というわけで早速キャス、ツイキャスの方が、はい、結構コメント来てるので、先に紹介をしようかと思います。はい、よろしくお願いします。久野さんから、寒いよーって来てます。今日、めっちゃ寒いです。で、カープボーイさんからも来てますね。カープボーイさん。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。今日は寒い、外すごい風。できてます、うん、めっちゃ風強かったです今日。いや、火曜日もすごかったんですけど、はい、火曜日の時はなんかギノワン市内停電とかもあったみたいなので。あ、そうなんですか。はい、皆さんなんか飛びそうなものはね、台風だと思ってちょっと対策して、対策した方がいいですね、はい、ちょっと中の方に入れてもらえたらなと思いますね。もう今月中は確か寒いんですよね。そうですね。まあ私にとっては大敵な気温です今。来週晴れると20度超えるみたいなんですけど、はい、最高気温。あ、そうなんですか。でも最低気温はまた結局14度とか12度とかなので、落ちるみたいなので、いや、やっぱり寒さ対策はしっかりやった方がいいかな。寒さ対策、インフル対策、あとコロナ対策もよろしくお願いします。よろしくお願いします。とこの番組の紹介をします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ@gmail.com です。アルファベットで言いますと小文字で kimagure.sachi
@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターでは、ハッシュタグ気まぐれラジオをつけて参加してください。ということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速なんですが、一曲いきたいと思います。はい。サンゴマスターさんで、できっこないをやらなくちゃです。どうぞ。浦添の弟でした。いや、小さくない、小さくない。サッチ小さいから飛ばされないようにって。小さいけど、確かに。僕も学生時代飛ばされてましたね。陸上で走ってる時に。はいはいはい。めちゃくちゃ風の強い日はコーナー、この走ってるコーナー走るときなんかやばいですよね。抜ける時にもう風がわーって吹いたら、この自分のコースの端から端まで飛ばされてます。おー、やばい。あ、ナチコありがとう。はっさ、今日風強いからね。窓開け閉め注意だね。確かに確かに。こんな日は記録でないからな。言えてる。それは言えている。あの、追い風はプラスになるんですけど、はいはいはい、あまりにも強すぎると今度足が追いつかなくて走れなくなる、うん、ああ、まあ走ってるとそうですよね。はい。まあ、どうしようもならない、この風の強さ。トンチンカン。あ、また大丈夫だ。よし。はあ、あさってだ。介護福祉士の試験。頑張ってください。お笑うしかできない。笑うしかできないもん。え、この寒さの中、もう毎年なんですよね。さ、この寒い中、専門学校の、この教室ってか、学校自体を使ってやるんですよ。なんかもう、めっちゃ寒いところ、寒くて。やばいんですよ。もうガタガタしながら、寒い寒い寒い気ながら問題解いてます。僕は明日屋外でイベントです。うわぁ、屋外。はい。あ、大変。うるま市のうるま市で、あー、うるま市、具志川産業祭りの会場でプロレスをすることになりましたんで、ほう、明日は雨降らないでくれっていうのが。雨は降らないんじゃないですか。一応曇りの予報ではあるんですけど。ですよね。ただもう、ちょっと振ったりとか気もしてるじゃないですか、パーン。あんなの来たらちょっと機材的に怖いなっていうのが。あー、確かに。なんかもうすでに、なんとかな、今日、具志川イオン行ったんですよ。ちょっぴりだけ。その時になんかもうすでに、この、イベントの用意、テント、はいはいはい、テント張られてましたね。おー。いやー。ドキドキですね。でもこんだけ風強いのに今でテント張るんだ。そう。びっくりですね。びっくりですよ。もう結構でっかいテントだったんで、はい、まあ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 、飛ばされないのかなと。はい、ではまもなく曲終わります。はい。はい、では終わります。お聞きいただいたのはサンボマスターで、できっこないをやらなくちゃでした。はい。では、ツイキャスの方からちょっと、紹介していきたいと思います。はい、お願いします。ナッティーナチコさんから、はい、はっさ、今日風強いからね、ドアの開け閉めも注意だよって言ってますね。で、カープボーイさん、もう、今から、笑みを書いて、仕方ない、体調だけは整えて、試験を受けれるようにですね、っていうことで、明日じゃないや、収録日は金曜日なので、
放送の日、29日の日曜日に、はい、もうほぼほぼ1日使って介護福祉士の国家試験なので、頑張ってください。ああ、もう私もうどうしようもなりませんみたいな感じなんですけど、それを踏まえての今日のテーマなんですね。おお、はい、今日のテーマ、今日のテーマをちょっといきましょうかね。はい、お願いします。今週のテーマは取りたい資格、取ってみたい資格です。で、メールから先に紹介したいと思います。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。1月27日収録分テーマということで来ております。お疲れ様です。大型免許、大型運転免許でしょうか。昔から乗り物系は何でも好きな自分、バスとか運転したい、してみたいですね。あ、二種免許だけ取ってタクシーでもいいかもって来てますね。二種免許、二種免許、確かにちょっと男なら憧れるところありますよね。バスとかタクシーとかですよね、はい、なんか営業系ができる免許、無線のこの講習とかもありますからね。そうなんですね、はい、私も資格、介護福祉士もそうなんですけど、まあ、取りたい資格が3つ4つぐらいあって、今大変なことになってるんですけどどっちから行こうかなっていう感じなんですけど、資格なんですよ。ちょうどこの時期っていうのが、はい、確か看護学校とか看護師の試験かなとかも確かこの時期だったと思うんですね、はい、だからこの時期はちょうどまあ、試験を受ける人たちにとっては大変な時期ではあります。いや、皆さん本当にご苦労様です。ご苦労様です、私も含めてですけど沖縄大好きさん、こんばんはって来てますね。こんばんは。DM の方で私の友達から来てるんですけど、はい、お疲れ様です。取りたい資格、医療関係の資格、看護だけできる医療的ケアではなくて、一般でもヘルパーでも使えるような資格があったら取ってみたい。あとはどうにか車の免許をっていうことで、私の友達免許持ってないんですよ。車の免許持ってないので、はい、まずは免許取りましょう。そうですね、楽しいですよ楽しいよ、楽しいよ、めっちゃ楽しいですよ。僕も23で取りましたからね。え、23？ はい、大学卒業してから取りましたんで。あ、そうなんですか。はい、私18、高校卒業する3日前ぐらいに取りましたよ。高校卒業の時に推薦で受かったんで、ああ、もう取る気満々だったんですけど、はいはい、推薦の、5日後ですね、はい、合格発表の5日後、はい、体育の授業の柔道で肩を脱臼しまして、あら、半年間麻痺が残ったんですよ。あら、また大変。左手が動かなかったんで取れなかったんですよ。あら、また大変だ。まあ治ってるからいいんですけどね。ツイキャスの方で沖縄大好きさんから、取りたい資格、僕も介護福祉士の、資格は持っていますが、もし取りたいってなったら、高校の頃に取れなかったパソコン関係の資格取りたいっすって来てますね。私もこの介護関係に行く前はパソコン関係、ちょっと事務系も目指してたので、いろいろ簿記とか日商簿記とかも勉強してたんですよ、はい、まあ日商簿記は難しすぎてさっぱり日本語わかりませんみたいな感じだったんですけど、で、あとエクセル、ワードとか、はいはいはい、ああいうのも勉強してて、エクセルがこれまた1点差で落ちたんですね。3級がみんな、このクラス、当時いたクラスメイトの人は絶対察知受かってるっていう文言つけてたのに、合格、いざ合格発表になって1点で落ちたんだけどって言ったら、なんでよ、どこで落ちたのみたいなことになってて、どこかね、わかんない、自分でもわからんみたいなっていうのを私は言ってた記憶があります。24号ぐらいの時だったと思います、確か。10
自分実はですね、はい、こう見えて全然パソコン関係の資格持ってないんですよ。え？一個も持ってないです。そうなんですか？はい。もう実践で。あ、でも実践でできたら問題はないですからね。マクロ組めれば、関数でマクロ組めればある程度仕事で使えますからね。うん、まあまあまあそうなんですよね。ツイキャスの方で沖縄大好きさんから、危険物とか IT パスポートとか工業系の高校だったので勉強すれば取れるのですが落ちまくりで、唯一取ったのがパソコン利用技術検定3級です。おお、何ですかって感じですね。そうですね。パソコン利用検定、はい、あ、まあ一応その辺だったけど、やっぱり何か使ってからの資格ですよね。パソコンなのでね、はい、そうなりますね。で、興味ありますね。興味ありますね。なんか私も今家にパソコンがちょっとないんですけど、はい、パソコンあったら本当にもうエクセル、ワード、パワーポイント、まあ基本的なものは3級を取りたいですね。おー、何でもできるように。はい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 、もしね、あの介護で腰痛めて、うん、もう介護をやっちゃダメですよってなった時に逃げ道を作りたくて。あ、それ大事ですよね。やっぱりあの何か逃げ道がないと人間って不安ですから、ね、不安ですよね。僕はどうしようかな、ここでクビになったらローラースケートのプロにでもなろうかな。いやいや、年齢的に無理でしょうけど。もう一通メール来てるので紹介いたします。はい、お願いします。サッチーさん、こんばんは。こんばんは。踊りの経験ゼロ、ラジオネーム、名古屋のダンサーズでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。取りたい資格ですか？ありますよ。車関係ですと、二種免許でしょうか？うん、あ、ナルトラさんと一緒ですね。実は一種免許関係はすでにコンプリートしてるんです。すごっ。ということは、大型の一種持ってるってことですかね。バイクと、まあ、自動車の大型ってことですかね。ですよね。すごい。なので2種が面白そうかなと思いましてね。沖縄ですとニーズの高い代行とかタクシーの運転ができますよね。皆様は周りにタクシーの運転手さんや代行をされている方はいらっしゃいますか？と来てます。うーん、すごい。一種免許コンプリートって結構ですよね。すごいですよ。やばい。私もあのバイクの免許、はい、まあ、親に反対されてるので、はい、取りたくても取れないんですけど、バイクの免許だけは取りたいな。中免ぐらいは、ぐらいは欲しいですよね。欲しいですね。なんか僕も反対はされてるんですけど、はい、こっそりいつか取ってみようかなっていうのは少し野望としてはありますね。あー、なんかね、私もバイク取ってビッグスクーターに乗るのがなんかちょっとした夢で、憧れがあって。僕はどちらかというとあのオフロードのレーシングタイプのバイクに憧れです。ああ。このカウル、フルカウルってこの丸い、はいはい、正面の見た目のやつが好きですね。ああ、私もだからバイクの免許取ってブーンっていうのもツーリングしたいなーっていうのは。楽しそうですよね。楽しそうなんですよね。元彼がバイクの中面持ってたかな、持ってて、でツーリングいいよ、に後ろ乗ってみるって言ったんですけど、後ろ怖そうだからやめとくって言って、まあ、当時付き合ってた元彼はな、山梨、はい、あの富士山のふもとのあっちの方に住んでたので、あっちで結構ツーリングしてるみたいなんですよ。なので、ああ羨ましいって思いつつ、私はずっと車っていう。じゃあ沖縄の道路滑るっていうんで怖いですよね。まあそうですよね。車でも滑っちゃうんで。わかります。彦野さんから、サッチー取ろう、一緒に通おうって来てますね。バイクの免許通うんかい。私ちょっとお金貯めていろいろ資格取りたいな。いいですね。まあ、取れる資格は取りたいですね。福祉関係もそうですし、パソコン関係も。あと何があるだろうな。なんかいろいろ考えたらもう本当にキリがないぐらい取りたい資格が多くて、お金があっても足りないぐらい。いや、目標があるってすごいじゃないですか。目標は常に高いんですけど、
そこに向かって、まあ、勉強してるのかって言ったら、まあ、あんまりしてないんですよ。ぶっちゃけ言うと。まあ、どうだろうな。頑張ろう。僕はもう、だから、昔からこの資格に興味がなくて、へえ。その結果、はい。大学卒業するまで、まあ卒業しても資格を取らず、はい。履歴書に載せれる資格がありません。あら。運転免許ぐらいです。あら、ま、大変。まあ一応前の職場はちょっと特殊な職場だったんで、陸上審判員 B 級っていう免許は載せてたんですけど、それぐらいですね。ほう。私の旦那はあれなんですよ。今は介護職ですけど、はい。まあ、重機の資格を、いくつ持ってたかな？結構持ってて。ああ、そうですね。だからトレーラーとか、はい。あとなんか道をなんか平たくしたりとかするローラーとか、ああいう系の資格も持ってるみたいで。まあでも写真とかやっぱりつけるのもあるみたいで、その写真見たらちょっとワーオーって最初引きましたけど、でもすごいなと思って、逆に。こんだけ取れるのに、なんで初任者研修は3回も落ちるかなっていう。まあ、不思議というか。いや、僕は練習で資格こそないですけど、まあ、いろんな経験させてもらって、まあ、それこそトラクターとか、あと、まあ、ユンボショベルカーのちょっと運転とかは経験させてもらったことあるので。おお、じゃあ資格取れるんじゃないですか。多分あれ実技、何かペーパーがあるとか言ってペーたパーもな。一応あると思うんですけど、まあ一応取ろうと思ったら多分取れるでしょうね。ですよね。埼玉の郷さんから、サッチーさんこんばんはと来てますね。こんばこんんは。ばんは。ミキシングはキャンチー？そうです、キャそうンでさんすです。よ。工場勤務に必要な資格以外、以外、ん？工場勤務に必要な資格は意外と簡単に取れるよってきてますね。で、簡単のように見えて難しそうなんですよね。なんかいろいろ用語とか出てきそうで。専門用語とか多そうですもんね。多そうですよね。まあ、ただでさえ、介護福祉士も結構専門用語とか、ああいうのが出てくるので、もう、最近のやつ見てたら、でも、そこまで深い専門用語は出てなくて。ただ、この、訪問介護だったら、訪問介護なりの、この、実務経験を積んでたら、まあ、引っかからないだろうなっていう問題ばっかりなんですけど、何問かやっぱり引っかかる問題は出てくるので、多分それで去年落ちたんだな。引っ掛け問題あるんですね。引っ掛け問題が、まあまあ出てきますね。へえ。昨日、おとといと、ちょっと夜、はい。夜中、寝るちょっと前ぐらいに、アプリでも、この介護福祉士の向けれる、なんか問題集みたいなのがあって、やってたんですけど、引っ掛かりがまあめちゃくちゃ多い。なんかあれですね、自動車免許取るときの試験みたいな、そうそう、そんな引っ掛感じけなんで問すよ。題って。感覚的はそんな感じです、もう。彦野さんから、障害児の資格も取ってみたいではある。あ、確かに。障害児なんか資格あったかな？そこまで調べてないや。ちなみに僕は資格取るとしたら、お仕事のためっていうよりはどちらかというと趣味のために取りたいなっていうのがありますね。ああ、趣味のため。一つは DJ 検定。おお。で、もう一つは、星のソムリエですね。ソムリ？はい。料理？夜空の、星座とかを解説するための資格。ああ、そういう資格もあるんですか？はい。なんか山ほどありますね、本当に。だからそういうのちょっと欲しいなって気はするんですけまあ、ど趣味ね。のために資格取るのもいいかもしれないですね。で、埼玉の郷さんから、姉が、介護福祉士2級ケアマネ持ってて、介護の会社変えるときにすぐに受かりますよねって。ああ、確かに。介護福祉士2級ということはヘルパー2級ではないかな。ヘルパー2級とまた、
介護福祉士はまた違うので、はい、ヘルパー2級は民間資格なんですけど、介護福祉士は国家試験なので国家資格に当たるんですよ。ケアマネ持ってるんだったら相当多分いいと。ケアマネも、ケアマネも結構難しいらしくって、うん、5択のうちの2問を当てなきゃいけないっていう感じだったかな、うん、っていうのはちょろっとだけ見たんですけど、まあ私はもうケアマネは絶対受けませんということで、来週のテーマに行きたいと思います。はい、ではお願いします。来週のテーマは好きだった給食メニューベスト3を教えてください。ほう、はい、です。ほう、いいですね。まあ懐かしい給食メニューをちょっと皆さん聞いてみようかなと。これちょっと旦那と話題が出てて、はい、番組でちょっとテーマ出さんねみたいなことになったので、はい、ちょっと皆さんが好きだったベスト3をちょっと聞いてみようかな的な。めちゃくちゃいいと思いますよ。ですよね。結構全国のリスナーさんが聞いてくれてるじゃないですか。はいはいはい。ご当地ならではのメニューとかも絶対あるはずなんです。ありますね、確実に。はい。まあそこもあるので、まあ沖縄ならでは、まあ全国ならでは。はい。のやつをちょっと聞いてみましょう。もうすでに答えてる方がいるんですが、来週のテーマなので来週教えてください、はい、ということでそろそろ時間ですかね。はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーとミキサーのキャンでした。さようなら、また来週。ケアマネは僕も取る方向では今はないかも。ああ、なるほど。ああ、まあまあまあ、私はもうケアマネは絶対的に取らない。絶対的に取らない。もうケアマネ取ったら、なんかアーダーコーダー、なんか使われるって聞いたので。あっていうのも、はい、人材不足ですよね。ケアマネもそうですけど、ヘルパーさんとかも、人材不足で今ケアマネなんてもうほとんど事務作業なんですよ。うん、私だから事務作業があんまり好きじゃないので。体動かしたい派ですか。そう、体動かしたい派です。まあ、スポーツもされてましたからね。そうなんですよ。その気持ちすごくよくわかります。僕も体動かしたい派なので。あ、名古屋のダンサーズさんからケアマネにはお世話になってます。え、そうなんですか。あ、まあまあ、お母さんがお世話になってるっていう方も多分いると思いますね。親御さんとか。母、あ、祖母がお世話になってますね。ですね。まあ、はい、どうしても介護関係っていうのは。一緒に通る道ですね。通る道ですね。私は、そうそうそう、モニタリングやらケアプランやら、そうなんですよ。そういうのもあるので。サッチーが勧める。沖縄名物は何？沖縄名物？沖縄名物ってなんだろうな。なんかタコライスとか。タコライスとか。もう名物じゃないかな。わかんない。まあ、一応2月10日、二週撮りの日があるじゃないですか。はい。あの時に、のやつもすでにも決めてるので、あれはもう2週分同じテーマで行く予定です。わかりました。曲だけ変えるだけで。曲だけ変えるだけ。曲はちょっと両親に1曲選ばそうかな。いいですね。1曲好きなの聴きたいのあるみたいな感じで。お疲れ様でした。来週か。来週に、あれだな。告知しようかな。リオチの。リオチの告知。まあ、ツイキャス見てる方はもうすでに知ってるであろうけど。では、ツイキャスも、そうそう。そうですね。終了しましたね。次はいつ？次は来週です。皆さん、ありがとうございました。お疲れ様でした。